お待たせしました。皆さん揃いました。本日の出演者揃いました。ちょっと慣れない iPhone でわちゃわちゃしました。すいません。今日は、ズツローサーカスのアカンパニスト座談会ということで、ちょっとバランにアカンパニストが。今日は、この場にですね、まず2画面で中継してます。夏美さんと、ひろこさんと、浩二と、長野からアカンパニストの彩香ちゃんが今日はゲストで参加してくれます。お願いします。ここで、何時まで？ 2 時半ぐらいまでやろうかなと思ってます。まず、自己紹介いきましょうか。ということで、どうしようかな。じゃあ、若手の私からいきますね。皆さん、こんにちはということで、スローサーカスのアカンパニストの東野ひろこです。名字が東野なので、周りからみんな浩二って呼ばれてるので、この会話の中でもおそらく浩二、浩二っていう話が飛び交うと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、もう一人のひろこさん。はい、もう一人のひろこです。カンパニストで、エアリアル主に担当してます、ひろこです。よろしくお願いします。お願いします。なっちゃん。はい。カンパニストの夏美です。よろしくお願いしおま願いしす。ます。じゃあ、彩香さん。彩はい。鈴木彩香です。今日は長野から飛び入り参加なんですけど、よろしくお願いします。香さん。お願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで、こういう感じで、ちょっとね、すみません、お行儀悪いんですけどね、転がっていこうかなと思います。何喋ろうとしたんだっけ？スマホにメモ置いてたわ。自己紹介。まず、私ちょっと、皆さんにお伺いしたいなと思ってたんですけど、なんで皆さんアカンパニストになったんですかっていうところをちょっと聞きたいなと思ってて。なんでなったんですか？アカンパニストになったんですか？じゃあ私からいきますね。はい。私もともとは、私弟がいるんですけど、僕は、大学生の時にちょっと機械体操の事故で、車椅子になってしまったんですね。今も車、今も社会人して、社会人として一人暮らししてるんですけど、その当時、2017年かな、に、まだ大学生になっていた弟が、そういう周りに障害のある方がいない中で、大学復学とかして、他の中で生活をしてるので、そういう障害があるとかしても、周りを持っていると、いろんな情報がもらえるんじゃないか。で、今、たまたま、新四郎さんのワークショップで、まず私がちょっと一回体験してみようと思って、ワークショップに参加させていただいて、そこからそのまま、私がそこに ずっと、関わる形で今に至ってる感じ。なるほど。ええー、なるほど。何のワークショップが最初だったっけ？トレーニング？ラストでやった、そう、結構ゴリゴリのやつですね。はい。アカデミーのフィジカルトレーニングの講師をやってくださる下山さんが、多分、そう結構ゴリゴリにやってくれる、フィジカルトレーニングの会ですそうね。です。なるほど、なるほど。それが始めます。なっちゃんは？私はですね、こう、お誘いを受けて、でもすごい、でも最初は、私、こっちに来るまで京都に行ったんですけど、京都でコミュニティダンスとか、そういう表現、いろんな人との表現系のことをやっていて、で、東京に越してくるってなった時に、関東でもそういう活動をやってるところないかな、みたいな感じで、知り合いにこう、話をしてたら、ちょうどスローレーベルさんの、スペシャリストの、アーティストの、アミアミアーティストのユイさん、井上ユイさんと活動を一緒にしたときに、実はこういうスローレベルってところがあってねっていうのを伺って、じゃあちょっと行ってみるって感じで行ってみて、ワークショップ私も最初受けて、そしたら、今度、スローでアカンパニストっていうのを作ってみようと思うんです。そういう役割を作ってみようと思うんだけど、やってみませんかっていうので、やりますみたいな。なるほど。はい。あやかちゃんは？
私は、2016年がきっかけ、そのムーブメントっていう、白い衣装でみんなが豊洲とかでやってるパフォーマンスを見に行って、で、なんかそこに出演してた、彩乃さんに紹介いただいて、で、あと結構そういう、なんていうんですかね、人の、なんていうのかな、いろんな、多様な人とのなんかパフォーマンスっていうのは興味があったから次から参加させてくださいって言ったのがきっかけです。なるほど。コージは？私はですね、私は右手が生まれつきこんな感じで不自由なんですけど、もともとは要は障害当事者としてスローレベル の, あのワークショップに参加してたんですよ。そしたらなんかあれよあれよという間に、なんか次ちょっと会場の手伝いに来てくれないから始まり、で気づいた、なんか、で次ちょっとワークショップやるからアシスタント入ってくれないって言われ、でなんか気づいたらホームページにアカンパニストっていうメモがついて紹介してもらったっていう、ちょっと、あれなんか自分でも知らない間になんか勝手にアカンパニストになってましたみたいなっていうところが、私はきっかけなんですけど、まあそもそもじゃあアカンパニストって何なのっていう話なんですよね。はい。ということで、まあ、カンパニストっていうのは、いわゆる、まあ、いろんな人、障害を持った人だったりとか、マイノリティ持った人とか、まあ、あと、なんていうのかな、生きづらさを抱えてたりとか、人たちと一緒に、そういう人たちが心理的にも身体的にも安全な環境で、競争、共に作る活動ができるのを、パフォーマンス上でサポートするっていうのがカンパニスト。なんですけど、説明これで合ってます？合ってますか？大丈夫ですか？そんな感じですね。先輩方私、すごい、私、すごい、あれなんですよ。実は、偉そうにこうなんかやってますけど、全然新米アパンカカ、カンパニストな、噛んじゃったじゃん、カンパニストな。先輩方に、いろいろあるので、ぜひ、まあ、皆さんのお話をちょっと聞いて、ぜひ、カンパニストっていうものに、まず皆さん興味持っていただきたいなっていうふうに思って、今日はこう開催しました。はい。で、次何喋ろうとしたんだっけ？やりがい。まあそうですね。アカンパニストって、なんか、やりがいとか、これすごい面白かったとか、うん、なんかそんな裏エピソードとかありますか？裏エピソード裏エピソードハードルが上がりますよね。でも、全然、いいですよ、なんでも。でも、感じるのは、こう、創作活動、私はいろんな、こうバックグラウンドを持った人たちと創作活動をやってて、で、そこに障害のある子たちとかが入ってきたときに、最初結構すごいこう、無理みたいな、なんかバリアがすごいある子が多かったんですけど、続けていくうちに本当にすごい開けていくっていうのを目撃するのがやっぱすごい楽しくて。確かに。うん、なんか、でもやっぱりそのためにはそういう、なんか自然なシステムみたいなのが絶対必要で、それをこう、陰で担うのの一役としてはカンパニストがきっとあるから、すごいそれはやりがいというか、やっててそう面白いことだなと思いますね。なんかみんなのキャラクターがどんどんこう、なんだろう、殻を破るじゃないですけど、なんか回を重ねていくことに、ね、一皮二皮どんどん向けていくっていうのがすごい面白いですよね。なんかありますか、あやかちゃんとか。いやー、なんかそうですね、まあ一緒にやる人が変わっていくっていうのもそうだし、やっぱり自分もこうなんていうのかな、普段の生活ではなかなか出会えない人とこうやってアカンパニストっていう役割を通して出会わせてもらって、でその中でなんかこう自分も変わっていく感じがあるなって思っていて、なんか本当にお互い様っていうかわかんないけど、なんかこう一緒に変わっていくっていうプロセスがすごい味わい深いというか、楽しんでいるところかなと思います。なんか本当にあれです、アカンパニストって言われてるけど、なんかなんだろう、すごく勉強させてもらってるっていうか、なんかそのね、障害があるとされてる人たちね、いろんな身体的とかにこう特徴がねある人たちなんだけど、なんかそれがじゃあ障害者とか健常者って分ける。こうね、一般的には分けて考えられてるけど、で私もできないことあるしみたいな、障害があるからできないとかできるとか、なんかこうこの垣根みたいなのはすごいこう
自分の中で覆されていて、うんうん、私だってできないことあるし、障害があるとされてる人たちにできてて私にできないこともあるしとか、うんうん、なんかそういうところですごくこう、例えば表現の世界でやってる中でも、うん、そういう表現の仕方、私には発想なかったわけで、ね、っていうのとかもすごく発見が多いんで、うん、なんか、こっちがこう、サポートしてるっていうよりかは本当に一緒に、うん、お互いのできることできないことを支え合って、一つのことを作ってるっていうのが、うんうん、そんな立場としてはなんか変わりがないくやっていけてる感じがすごく私は、うんうんうん、でもすごいいろんな いい経験をさせてもらって、確かにありますね、うん、なんか面白いですよね、面白い本当に面白いな、うん、なんかこうあるべきっていうのがやっぱり私も結構多かったんですけど、うん、結構やっぱり日本人ってそういうところってすごくあると思って、うん、ルールとかこう何は1たす1は2じゃなきゃいけないみたいなとかだけど、なんかじゃあ2っていう答えを出すためにどういうふうに計算式作るみたいな、なんか別に2引く、なんだ、2引くしたいの、4引く2でもいいし、みたいな、1かける2とかでもいいし、みたいな、なんかそんないろいろ、なんか、あ、やり方があったりとかアプローチの仕方がちあって楽しいなっていうのがすごいやっぱりアカンパニストやってると思いますね。うんうんうん、私、そのカラーの方。参加できなかったんですけど、うん、3人は参加してみて、どうでした？こう、パラカンパニスト。面白かったよ。パラカンパニストは面白かったよ、うん。なんか、私たちがやっぱりアカンパニストって言って、12人製造現地層からこう入ったんですけど、なんかやっぱり なんだろう、最初、その障害のある人たちと一緒に創作活動したことが、あるパフォーマーさん、ダンサーさんってすごく少なくって、なんか、アカンパニストに対してもちょっと構えられてたところもあったと思うし、あと、その障害のあるキャストの人に対しても、ちょっと、あ、どうやって接したらいいんですかみたいな感じで、なんか、あ、耳が聞こえないから手話さん返さなきゃダメなのかなみたいなとか、なんか結構そういうのとかあったんですけど、でも、なんか回数重ねて、私たちが、もう結構普通になんかもうやらせることはやらせてたし、で、まあ、安いっていうか、ちょっと言い方悪いけど、で、彼らは彼らで、やってくれるから、すごいいろんな面白い表現を出してくれるから、それ見て、あ、なんか別に障害があるからとか、そういうの関係なくていいんだなって言って、うん、もう結局みんながフラットな環境になってったなっていうのが、すごく目に見えて、お互いがね、こうなっていってっていうところは、すごい面白かったなと思いました。うんうんうん、何百人いたんだろうね、メインで、ね、ちょっと覚えてないんですけど、うん、すごいいろんなやっぱり人もいたけど、みんな、でもそれは別に障害あるなしかかわらず、うん、ダンサーさんでもね、ヒップホップの人もいれば、ジャズの人もいるのと同じで、いろんな人がいて、でそれをみんながいいとこ引き出してて、作品を作れたっていうのは、すごくいい経験ができたんだと思いますね。うん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 、そう思う。なんか、やっぱりこう、特にパラの現場の時は、こう、障害のあるキャストの皆さんも自分からこう、やりたいって、名乗りを上げて、こう、私はちゃんと表現者としてそこに立ちたいっていうのを名乗りを上げて、いわゆるダンスとかの表現をやったことがない人も、ちゃんと責任を持ってそこに立つぞっていう人たちが集まっていて、で、やっぱりそれに対して、でもどういうふうに、指示を出していいのかとか、どこまでこう、こっちがサポートすればいいのかみたいなのが、お互いすごくこう、どぎまぎしていて、うんうん、お互いのいいパフォーマンスがちょっとなんか難しい時期みたいなのがきっとあったと思うんですよね。うんうん、でも、そこがなんか本当にこう、なんだろう。お互いがお互いの可能性をどんどん広げて、これいいじゃん、これいいじゃん、じゃあもっとこれいこうよ、じゃあもっとこれできるじゃん、みたいな風に、なっていっていて、うん、それはすごいなんかこう、大規模なメンバーで本当にいろんな人たちがいる中でそれが叶ったっていうのは、すごく面白いし、すごく可能性があることだなって思って、うん、思いました。あやかちゃんとか、どうですか？パラの現場。なんかやっぱり、こう、パラリンピックって国立競技場でやって、すごいこう今まで私の中では人生最大規模のなんか大きさ
大規模なところならではのなんかやっぱり時期としては熱中症とかそういうのもあったし、こうね、いろいろなんかこう劇場でやるとか、そういう今まで私たちがやってきたそのゾーン花テラスでやるとかっていうのとまた違う、なんていうのかな、こう気をつけなきゃいけないところ、なんかそういうところがすごく勉強になったし、なんかまあなんか大変だけど、こうなんかアクセスコーディネーターの人とかと話し合いながら、あと一緒に近くで共演するその障害のある方とかも、そうじゃない方とかともなんか話し合ってこう打開していったみたいなところが、まあ大変だったやって身になったなっていう経験かなと思いますけど。なんかちょっとパラの話で一個めっちゃ印象に残ってるのがあって、うん、まあ、ちょっと名前は伏せるんですけど、自分たちの出番が終わって、うん、楽屋に戻りましたって言った時に、一、うんうん、人ちょっと障害のあるパフォーマーの子が泣いてた、うん、で、うん、なんだろう、どうしたんだろうと思って、うん、私ちょっと何はけたところが違うところだったから一人遅れてきたんだけど、なんで泣いてんの、なんか怪我したと思って言ったら、うん、思い通りの演技ができなかったって言って悔し涙を流してて、でもなんか周りの子に聞いたら全然完璧だったっていうし、うん、で、まあ、後からだけど、まあ、映像を見ても全然完璧で何も間違えてないし、うん、表情もすごい生き生きとやってたんだけど、うん、でも、まあ、ね、その人、子にとってはすごくやっぱり、いろいろ考えて、納得、うん、こうやろうと思ったのに、それができなくて、すごい悔しいですって言って、めっちゃ泣いて、うん、主に、大丈夫かな？日本であってほしいですよね。うん、なんだろう、これどっちが切れてんだろう。うんとね、皆さん聞こえてますか？あ、音声が切れてますが、こっちが切れてんのかな？うん、ちょっと調子悪そう。あら、あら、ちょっと待って。ちょっと待って。じゃあ、皆さん。皆さん調整してる間に、私喋っていいかな。はい、お願いします。お願いします。はい。じゃあ、まあちょっと調整しているうちに。あ、ちょっと調子良くなってきたっぽいけど。まあなんか、私の思うに。バイ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 私が主にやっぱりこうアカンパニストがいることでなんかやりたいって思う気持ちがなんかなんていうのかな、少しでもなんか叶えられるっていうか、なんかそういうのはあるのかなというふうに思いましたね。なんか、うんうんうん、あ、なんか何、先ほどのエピソードのいいところから切れました。どっから切れてしまったんだろう。いいところってどこ？いいところってどこ？うん、
いいとこ、いいとこ言わなかった。いいとこだろう。どこがいいとこなんだろう。さっきの子、楽屋に帰っての話じゃあ、もう一回した方がいい。ちょっとじゃあ、3分ぐらい前の話をもう一回ちょっとしましょうか。パラでの。すごい、パラで印象的な話があって。聞こえてますかここ。聞こえてるよ。今からいい話するよ。いい話を。サバンか。ちょっと私の本当に、泣きながら帰ってきた。泣きながら帰ってきた話です。はい。で、すみません。今コメント拾いながら。まあちょっと。演者が泣いてたところ。あ、演者が泣いちゃったっていう話ですね。そう。まあ私が楽屋に入ったら、戻ってきたらパラでね、自分の出番が終わって、ったら、先に戻ってた、障害のあるパフォーマーの子が、一人すごい泣いてたんです。で、私もなんで泣いてるのかが分かんなかったから、どうした怪我したと思って、もうやっぱり怪我ってすごい一番危ないから、ちょっとそこが一番もう心配になって、どうしたってなったら、いやいや、自分の思う通りの演技ができなくて、すごい悔しかったって言って泣いてたんですね、その子は。で、どうやって話をつなげたっけで、まあ、そのパフォーマーの子って、昔から割とスローのソーシャルサーカスっていう、のに出てのプログラムに参加してくれてる子で、私が結構出会った頃って割ともう自由奔放だったりとか、あとはもう引っ込み思案だったりとかしてて、もなかなかこうなんだろうな、感情の波もあったし、パフォーマンスっていうのもまあまあちょっとあんまり気分が乗らなかったりできなかったりとかっていうところもあったんですけど、でもその子がやっぱりソーシャルサーカスのプログラムをどんどん重ねていくうちに、まあ、自信もつけてきたし、自分にとって何が特技なのか魅力なのかって自分の魅力とかにも気づいて、で、まあ、パラっていう国立競技場の大舞台に出て、でパフォーマンスをしたんですよ。でやっぱり、まあ、周りの子に聞いても全然ミスはなかったよって言ったし、私が後で録画を見てももちろんもうミスもしてないし、すごく堂々と演技をしてたんだけど、でもその子にとっては自分が思うような演技ができなくてすごい悔しいってなったんですけど、でもやっぱりその悔しさって頑張らないかったらその絶対悔しさって感じないところなのでね、どうやってそれで、だからそのものすごいね、やっぱり成長したんだなと思って、そのだからどんどんその子は一回ずつステップをどんどん自分で上がってって、で自分でこうしようって考えて、でもね、それでもできなかったからって、やっぱりで、その悔しさって絶対次につなげることができる悔しさだと思うので、パワーになると思うので、なんかその、ね、ソーシャルサーカスの持つ力ってすごいなって私は改めて思ったんですっていう話をさっきしてたんですけど、聞こえなかったんですよねっていう、ちょっと1回目に話すのがちょっとなんだ熱量が伝わってた、今ちょっとここの3人のちょっと熱量がちょっとあれなんですけど、でもそんな話をしてました。はい、すごいたくさんハートが、ありがとうございます。そうなんです、だからすごいんですよソーシャルサーカスって、なんかただ遊んで楽しくね、皿回ししたりとか、なんかみんなやってるだけって思われがちかもしれないんですけど、とかまあそもそもソーシャルサーカスってなんだよみたいなところ思われがちなんですけど、すごいなんか、影響があったりとか、力があるものなんだなっていうのもすごい改めてその涙でね、私は実感しました。でもやっぱりさっき愛花ちゃんも言ってくれてたんですけど、そのソーシャルサーカスっていうのの中に、さらに私たちはカンパニストっていう存在が近くにいることで、こう、できることって結構いっぱい、まあまあ、ソーシャルサーカスの現場だけじゃなくて、きっといっぱいあると思うんですけど、なんか例えばこう、本当に人それぞれのところに対して、コミュニケーションを取りながらやっていくんで、あ、カンパニストはこれをやらなきゃいけませんみたいな、テキストがあるわけでもないし、こう、カリキュラムみたいな、マニュアルみたいなのがあるわけじゃないんですけど、なんかこう、その人たちとコミュニケーションを取っていく中で、この人と一緒だったら、これチャレンジできるかもしれないなって思う存在になったりとか。やっぱ信頼関係をどれだけね、いろんなことを通して、信頼関係を築いていくかっていうことの、もう本当に、それも何が正解かっていうのも、やっていく中で、こう、見つかってきたりとか、していくこと。そうなんですね。で、なんかさらにやっぱりそうなってき、関係ができたときに、
実際じゃあどうやったらその子が目指したいところに行けるのかみたいなところのサポートがすごいやっぱりこう各々のバックグラウンドの専門性とかだったり、うんうんうん、なんかあの実際にこうじゃあこういう風に伝えた方があの人には伝わりやすいかもしれないとか、うんうんうん、こういう時間の組み方にした方が体力的に大丈夫かもしれないみたいな、うんうん、こうちょっと裏方的なところを踏まえて、うんうん、こう一緒にサポートしながらできるっていうのがすごいアカンパニストのなんか役割っていうか、うんうんうん、こうやりごたえみたいな、うんうん、そうですね、結構手探りですよね。やっぱそれこそマニュアルなんてないから。うん、で、来る人も、もうみんな違うし。だから結構ね、うん、手探りでやりながらも、まあまず安全が第一とか、うん、そういうことはまず第一に気にしながら、うん、でもできることをできるだけ探していくっていう作業の中で信頼関係を、うん、その、アカンパニスト同士もそうだし、ね、パフォーマーさんたちもそうだし、うん、って気づいていくっていう、ね、そうです、ね、なんか正解がなんか一つじゃないっていうか、うんうんうん、でやっぱり同じ障害種別でもやっぱりその人の性格とかもあるから、じゃあなんだろう、聴覚障害の人にはこう対応しましょう、ダウン症の人の子にはこういう対応しましょうじゃないんですね。その人にとってどういうふうにアプローチをしていくのがベストなのかっていうのをやっぱり探らなきゃいけないから、うんうんうん、なんかあやべえちょっと今日失敗しちゃったみたいな、たまに全然ある、ね、あやばいこれで機嫌悪くしちゃったとかテンション下げちゃったとかっていうのも全然私たちも応募としてあるけど、でもなんかそれはそれでお互いがを知るきっかけになったりとかするので、その失敗によってこの子はこうするとこうなっちゃうから、そうそう、じゃあこの子にとってはこれを避けていこうとかね、うん、それはもうやっぱりやりながら見つかっていってることに、あなんかコメントいただいてますね、はい、自分らしく生きるってことの意味哲学を感じます、ありがとうございます、ありがとうございます、あとなんかあなんだろう、夏美さんの人間らしく生きる哲学理論を聞けてよかったですっていうのもいただいてますね、ありがとうございます、皆さんコメントありがとうございます、ありがとうございます、なんかでも本当にこうアカンパニストってこうな現場で、うん、一緒になってやるっていうのがアカンパニストで、うんうん、それまでのこう精神的なものとかなんか実際のアクセス面とかをアクセスコーディネーターさんっていう方とかがやってくださったりとかするんですけど、やっぱりこうすごい生ものというか、実際ブワーってクリエーションが進んでいく中で、今この瞬間どう対応するかみたいなのをこう判断していくわけじゃないですか。すごいこう瞬発力とか判断能力とかがついたなと思ってて、うん、アカンパニストやってて、なんだろう、あ今度こうしてみようっていうのもそれはあるんですけど、うん、こう終わってみてからの。けどでも、今ってやって動ける経験と、うん、なんかみんなでこう、うん、あれこうだったよねってやってきたこう、うん、知識みたいなのが、すごいこう、積み重なってきていて、うん、で、そういうなんか経験ってやっぱどこに行っても通用するというか、うん、なんか必要になってくるスキルがすごい学べるなって思う。それも失敗を恐れずに見せてもらえる場所っていう気はしますね。確かに。やっぱり、もう絶対に外せないっていう現場もあるじゃないですか。はいはいはい。あります、ね。あるじゃないですか。ありますね。でもなんかここって割と、こう、やってみることの方が大事で、で、それが失敗したりとかしても、よっぽどその怪我とか危険なことにつながらなければ、失敗は大いにありで、逆にその失敗したことから生まれることとか、うん、つながることがすごくあるから、なんかそれを、やっぱりその経験をしたことないと恐れるじゃないですか、やっぱり。あ、これやったら、とか、惹かれるかなとか、なんか全然もう方向違うかなとか。でも、ここは割とそれをしても、全然みんな受け入れてくれるとか。お互いが受け入れ合えるのがすごく楽しいです。それがあるから、やっぱりこう可能性がどんどん広がっていく。うんうん、それをこう、挑戦させてもらえる場所としては私たちも。すごいありがたい。なんかもし皆さんぜひあのカンパニストでこういうこと聞いてみたいとか、ここの裏話なんかないんですかみたいなのがあったら、コメントでどしどし言っていただければ、はい、あのいいかなと思います、
これなんかちょっと今、美談的なところが多かったんですけど、逆になんか、あやかちゃんとか、長年やってみて、これは大変だったとかありますか？いやー、大変だったなっていうこと。そう。とか、やっちまったなとか。やっちまったな、そうだな、なんだろう。なんか別にこう、誰かにっていうわけじゃなくて、なんか、そう、やっぱやっちまったなって思って、やっちまったなってずっと思ってることがダメみたいな。なんていうのかな。なるほど。そうですね。なんか、そう、今、こう、レジリエンスとかっていう言葉とかも結構言われてるけど、こう、やっちまった時にどうリカバリーしなきゃいけないかっていうところが大事だと思うんですけど、なんかそこ、なんか私ちょっとなんか、くよくよしがちなんで、なんかくよくよしてたら、ね、そんなアカンパニストってなんかもうちょっと視野を広くやらなきゃいけないから、まあ、他者、なんて相手あってとかっていう部分もあったりするから、なんか、こう、ちょっとうじうじする時間長かったな、みたいなとかが、結構私、やってました。わかるわ、わかる。今なんかコメントをいただきました。失敗したからといって、ネガティブ思考にとらわれるのではなく、失敗をどうやって受け止めて理解して強制していくのかが、この先、障害はあるなしにかかわらず、日本の大事なことかもしれないですねって、もうその通りですね。なんか皆さんなんかいいコメントいただけますね。あやかちゃん素敵っていうコメントもいただいてます。ありがとうございます。頑張ります。桜ですか？すごいなんかそう、そういうと。リカバリーの大切さ。そうですね。確かになんかリカバリー力問われますよね。うん、問われる。あとなんかやっぱりリカバリーっていうところもきっとそうなんだけど、チームみたいなところでも、やっぱあーって多分その瞬間、私個人が思ってたりとかしても、こうやっぱりこう思い返したときにすごい失敗談みたいなことになってないのは、そのちゃんとそれを生かしてと、ね、そう連携して、ちゃんとそれはそのこととしてちゃんと収まってるし、いいことしてるなって。周りのやっぱり動きでちゃんと失敗しかもしれないけど、そうさじゃ見えないような、成立させてくれる力をみんな持ってるから。すごいこう、なんだろう。チームで連携する力みたいなのを、うん、ずっと、うん、確かに対応能力がすごい、うんうんうん、なんか柔軟性がめっちゃついた気がする、うんうんうん、なんか私は結構そのパフォーマンスをクラシックバレエから入ったりとか、あとまあクラシック音楽から入ってきたので、なんかバレエも音楽もそうなんですけど、形があってステップが決まった振りがあってとか、うん、もう楽譜があってその楽譜通りに踊る、うん、歌うっていうのが、うん、なんか大正解っていう芸術の世界にいたのが、なんか急になんかもうインプロ力を問われるような、なんかこのソーシャルサーカスに入ってきて、私は結構その、どうしようっていう最初その対応力のなさに、あ、やっぱ、と思って、なんか大変な世界入っちゃったってちょっと思ったんですけど、でもそれはやっぱり、ね、参加者の人同士もそうだし、アカンパニストの人もそうだし、なんかいろんな、あ、これが正解、何？うちに何でも正解だよとか、うんうん、で、何かあっても、やっぱり、助けてくれるとか、フォローしてくれるっていう信頼関係があって、うんうん、あ、別にこの人に任せとけば、いっか、何やって、うん、なんか、ドンってやってみようみたいな。どうにかなる。どうにかなるみたいな環境が、でもやっぱりすごい素敵だなと思いますね。うんうん、意外とこういう場を作るのが難しいんだなって思う。なんかこう。いいよ、やってみようみたいな。思ってやっちゃえる場所って結構少ない。うん、なんか会社とかでも、自分の仕事は自分の仕事。うん、で、やるって言ったらやる、うん。それはもうそうだし、できなかった時も自分でできなかった時に処理をする、うん。別にそれは普通です。当たり前です。みたいなことを。じゃなくて、みんなでじゃあもっとより良くするために楽しんでどうやっていったらいいか考えようぜ、やっちゃおうぜ、うん、失敗したけど、でもそれ良かったじゃん、みたいな。いいね、逆になったりね。うん、それ、なかなかそういう場所が少なすぎる気がしていて、もうちょっと日本社会そうなればいいのかな、うん、そういうなんか、こう、
なんか感覚の土壌みたいなのが、うんうん、もうちょっとシェアされると、そうね、いいなと思って、うん、幸せな人が増えるそうなんですよね、うん、なんか一応来月からあのスローサーカスアカデミー一応だってあの一応じゃないんですよ全然一応じゃないんですけどちょっと宣伝的な感じをすると来月7月からスローサーカスアカデミーっていうあのアカデミーをあの開講するんですよ。で、まあ、そこにアカンパニストを養成するコースを作ったんですよね。だからなんかそのハッピー人間をちょっともっと量産しようっていう感じだと思うんですけど何ですか、どうですか、そのそういったとこにどういう人に来てほしいとか、あとこんなこと学んでほしいなっていうのが、なんか先輩、先輩の人方からあるか。ふふふってしたから、あやかちゃん。あやかちゃん行きますか。いや、なんでそこ不意を。いや、なんか、そうだな。うん、なんていうのかな。本当に、あの、なんだろう。なんでも受け入れるっていうのは、なんか、なんか大変なこともあるけど、なんか、楽しい。楽しくなるなと思って。で、なんか、まあ、結構こういうスローサーカスの活動って、まあ、障害のある人との活動とかにもなってくるんですけど、まあ、やっぱり基本はなんか違いを知って、なんかそれを受け入れて、どう、なんか、取り組んでいこうかなっていうのって、まあ別に障害あるとかないとか関係ないと思うんですよ。普通に人と人って違うから。なんか、まあそういうなんか、人間基礎能力みたいなのは、なんか私はアカンパニストをなんかここまでやらせてもらって、なんかあの全然まあペーペーなんですけど、なんかすごい鍛えてもらったなっていうのもあるし、なんか、うん、なんかあの、本当にまあ普通にそうなんだけど、悪いこともいいこともあるけど、すごい強くなれるっていう感じなので、でまあ舞台の枠を超えても、なんか役立つスキルだと思うし、なんかこれからのいろんな人が出てこれる舞台技術がすごい、なんかこれからいろいろ見れ、いろんなところで見れるようななんか日本になったらいいなと思うので、なんか我こそはという人がいればぜひ、なんか私も長野にいるけど、うんうん、まあ、こういうところで地方とかでもなんか、まあ、今回開催は首都圏だと思うんですけど、なんか作っていけたらいいなとか思ったりしちゃったりしてるんで、なんかガッツのある人のお越しをお待ちしてますみたいな感じで締めていいでしょうか。ありがとうございます。そう、なんかこう本当に今回はあのアカデミーのアカンパニスト専攻って言われてクリエーションの経験者で、うん、なんかそういういろんな人との創作をやっていきたいみたいな気持ちがある人応募っていうところが強いかなって思うんですけど、本当にこうなんか例えば自分はダンスをやってるけど、ちょっとどっかにオープンワークショップみたいなのをなんかやる機会があるかもみたいな人もすごい、絶対こうどんな人が来ても対応できるみたいなのとかはすごいこう身につく気がするし、あとなんかどっかの施設とかもうあるコミュニティに自分が出向いてパフォーマンスをするとか一緒にパフォーマンスを作るみたいな時になんかぜひすごいすごい使えるというか、なんかそういうこう自分の活動をこう外に広げていきたいなみたいな人はすごくこういいやかなコースだなと、うん、思ってます。今コメントでいただいてるんですけど、日本云々より世界全体が一体となってグローバルの社会なので、共生社会の実現のために多文化を受け入れる必要があると Y は思いますよね、思いますね、うん、そのために自分なりの考え方や意見などという軸を持って、障害などを持っているなしに関わらず幅広い人とコミュニティな関係を築くことが大事だと考えますって言って、はい、そうですね、いただいてました、うん、そうですね、そうなんですよね。なんかまあやっぱりアカンパニストってなんだろう、こう芸術のところって、まあ、今回は特化してるけど、でもそれって全然あの一般社会とか会社とかでも私は使える技だなと思ってるので、うん、なんかいろんな人に参加してもらいたいなと思います、うん、また今回は別にプロアマ問わずなので、うん、あのちょっとでもあの、ダンスやってましたとか、うんうん、あの、演劇やってましたとか、なんかやってましたっていうので、で、やっぱいろんな人とうまく付き合って
ハッピーな社会作りたいなって思う方は、ぜひ、参加してもらえると、なんか、自分の見解が本当に広がるし、うん、なんか、私なんか結構ね、人を許せるようになってきたなっていうところ。だから、まあ、逆に厳しくなるとこもあるんですけど、うんうんうん、なんか、そんな感じになってきた気がする。うんうん、そうかも、うん。はい。なんか皆さんありますか？またコメントいただいてます。もうまさにみんな違ってみんないいという言葉は大切で、その言葉を国民全員が意識を持つことも大事だと考えます。そうですね。そうですね。はい。うちの代表のクリスからのコメント来てます。学校のサークルとか趣味でやってた人も大歓迎。あ、もう全然来てください。みんな来てください。今は問わずですからね。14歳以上だったら上限なしなので、で、日曜日なので、学生さんでも参加しやすいかなと思います。ぜひぜひ、来ていただければなと。なんか皆さん、ちょっと、質問ください。質問くださいっていう感じなんです。ちょっともうあと8分ぐらいかな。なんか、ないですか？皆さん聞きたいこととか。ちょっとアカンパニスがこんなにザックバランに集まって、わちゃわちゃ喋る機会ってあんまりないかもしれないですね。うん、そうですよ。私が仕切ると結構ザックバランになりますよ。そうだね。なんか面白いエピソードとかありますか皆さん。面白いエピソード。面白いエピソード。そうだ。言われるとなんかね、いつもあるんだよね、面白いことはね。そうなんだよね。なんか面白いからね。なんだろうな。なんだろうな。あ、強いてあげるなら？強いてあげるなら。なんかあるんですか、こういう。なんかあるかな。あ、私もね、ほんとこれ何回か言ってるんですけど、私初めてこのスローの、アカンパニストじゃなくてね、参加したときに、別の障害のある子が、じゃあサーカス道具を使って海にあるものを表現してみましょうっていうお題を出したのね、トレーナーさんが。うん、で、結構みんなさ、じゃあ波を表しましたとか、うん、風ですとか、魚ですとかって言ってるんだけど、一、うん、人の子がなんか棒振り回して、ギャーって叩かれてるの。で、えってなって。で、なんか、まあ、そこのトレーナーさんも、えってなって。で、今、海の表すものなんだけどって言ったら、うんうん、いや、海賊かなって言ったら、いや、私はこれを表現したいから、これを表現、戦ってることを表現しますみたいなことを言ってて、うん、なんかもう海賊でも何でもない話なんだけど、なんかそれ見てちょっと、あ、私、あ、表現ってこういうことかって、ちょっと目から鱗だったなと思うっていう。なんかコメントが来てた。あ、で、なんか一個ありますね。太陽さんからの質問です。カンパニストの皆さん、今の世界に期待することは何ですか？今の世界に期待すること。なんか世界に期待することって、うん、なんか。世の中とかでいいのかな？周りっていうよりも、なんかさっきみんな違ってみんないいっていう話もあったと思うんですけど、なんだろう、その、誰かとか周りとかっていうよりも、なんか自分自身が、そのみんな違うっていう、その違う自分っていうのが、なんか、おのおのでしっかり見つけられるような、なんか、なんか環境だったり、まあなんか、なんだろう、自分はどうしたい、自分はどうすべき。でも周りもあるけど、なんか、社会で生きていく上で、なんか自分がどうあるかっていうのを、なんか見つけられるような人が増えていくといいのかなっていうのは思いますけどね。なんかこれはアカンパニストとしての意見なのかよくわかんないんですけど。変な回答です。いいと思います。これあれですか？皆さんこの後に続く勇者いますか？この後に続ける勇者いますか？ちょっとじゃあ次の質問いっちゃいますか。次の質問。みんなちょっとね、ハードルが高い、なんか、コメントをもう一発目であやかちゃんからいただいちゃったので、次の質問いきます。アカンパニストをやってて、別の現場で生きたいエピソードって何かありますか？でも結構やっぱ多様能力がすごくついてるので、で、なんか、なんだろう、これやっちゃダメかなとかっていうのが、とりあえずなくなる？やってみよう。やってみてダメだったらダメで。
なんかね、やらないでそれがなしなのか、やってみて、うん、やってみたらもしかしたらそれが丸かもしれないしっていう。うんうんうん、だから、なんか何もなしで罰になるんじゃなくて、ちゃんと出すっていうことを、物おじしなくなってきているっていうのは、多分ここの現場の経験のおかげだなって。なんか、あとはなんか、この、なんかアカンパニストやる前だったら罰かと思ってたことが、まるで、まるでもあるみたいな。だったらまるでいいじゃんみたいな。なんか、大の字なんて。でも本当そう、なんか幅が広がるよね。うんうん、自分の許容範囲の幅も広がる。うん、あと、あれかな、なんか全然表現みたいなことじゃない、普通の仕事の時に、この子供とか関わる仕事がすごく多くて、保育みたいなこととか。でも、その時に、やっぱりこう、感覚的に同じ目線に立ってみるみたいなことが、すごい自然にできるようになってきた気がしていて、だからすごくこう、かかり方がすごい上手ですね、みたいなことを言ってもらえるけれども、でもなんかこう、そういうのって、やっぱ、ただ子供とやる仕事だから子供の経験が増えればいいみたいなことじゃなくて、うん、本当にいろんな人といろんな風に関わってきたから、うん、この一人と一人の関わりが少し上手になったのかしら、うん、みたいな。あ、それ私もあるかも。なんか結構その自由奔放な人たちと、あ、いい意味でね、うん、でも関わることが多くなったので、柔軟性はすごいついたけど、うん、でも逆に、じゃあ、その、お堅い人たちと関われなくなったかっていうと、そうじゃなくて、うんうんうん、なんか、やっぱりこの指導の現場以外でも、ちょっとね、大人な対応しなきゃいけない時とかも、うん、なんか、あ、ここはこういうふうに対応しようみたいな、なんかすごい、別の仕事、本当に普通の仕事でも、柔軟性がついたので、うん、結構、世渡りが上手くなったかな。物おじしなくなる。クリスさんがなんか言ってくれてるね。なんか言ってますね。心理的安全な環境を作り出す立場のアカンパニストが自分自身の心理的安全を得ることにつながるの面白いね。あ、そうですね。確かに確かに。なんか、やっぱりなんかアカンパニストっていうとどうしてもなんつうの？支えなきゃいけないって思われがちなんですけど、そうじゃないんですよね。なんか金八先生じゃないけど、人としてうちわじゃないけど、なんかこう、お互いがお互いをこう、なんか、なんつうの？支え合うじゃないけど、こう、高め合うというか、っていう、なんつうの？なんか、わかります？わかります。わかります。ちょっと上手い日本語が見つからないんですけど、なんか、あ、これが共生社会なのかっていうのはすごい思いましたね。うん、なんか向こうね、みんなに助けられることもあるし、すごくあるし、なんか落ち込んでてもなんか、もうなんだかよくわかんないけど、笑ってるあの子の目が見せたら、なんかこっちもなんかどうでもよくなっちゃった。確かに本当に何もできないかもしれん、何もできなくはないんだよね。でも、そんなにパフォーマンス力は高くないと一般的に言われてるかもしれないけど、でもなんかその子がいて、笑顔を振りまくだけでみんなが幸せになるって、すごくそれ、幸せな、すごい力だと思うんですよね。やっぱりなんかそれは、なんか私たちが助けられてるところもある。その人にしかできないことっていうのは必ずあるんですよね。だからできないんじゃなくって、それできないっていうのは周りと比べて同じことができないっていうだけであって、逆にその人にしかできないことっていうのがあるから、それをきちっとキャッチして、それを周りでちゃんとクローズアップして、フィーチャーしてあげるっていうこともすごくやっぱりその人と人との関わりとしては、障害あるなしに関係ないのかなって。落ち込んでても気持ちが沈むだけなので、楽しく何事にも頑張ることが大切ですね。そうですね。まあでも頑張んなくてもいいかもしれない。なんか楽しんだら、なんか自然とそれが結果的に頑張ったってなる場合もありますよね。なんか、アカンパニストってその伴走者って日本語で言うとなるじゃないですか。だからなんか、本当にトライアングルの人がいて、バイオリンの人がいてっていう感じで、多分、そのトライアングル、なんか、出した楽器が悪かったけど、なんかトライアングルと、バイオリンが一緒にあるから、そのなんか音楽が豊かになるみたいな、なんか、まあそういう
なんかイメージ、なんか、なんていうの、音楽で例えるとそういうイメージなのかなと思いますけどね。うん、ね、その人のポテンシャルを周りが受け止めて理解することが大切ですね。あ、その通りですね。うん、その通りですね。うん。その通りだと思います。ちょっとじゃあ、あれですかね。結構縁も竹縄ではありますが、そろそろお時間。なんか皆さん最後にあります。ここちょっと聞きたかったんだとかっていうのは遠慮なく言っていただければ。皆さんの誕生日ですかとかでもいいですけど。あの全然スローレベルの方に誰々さん当てっていう風に感じで30フェーゼント送っていただければ私たちが責任持ってお送りします。各カンパニストあっという間ですね。なんか語り出すと止まらない。ちょっとなんか今回面白いかなと思ってちょっと皆さんにアカンパニストっていうものに興味持っていただきたいなと思ってちょっとこの回開いてみたんですけどどうでしたかね。皆さん面白かったですか。なんかまだまだこんな話聞きたいよとか、なんかもしリクエストがあれば、あの、こういう話をこういう人に聞いてみたいとか、ちょっと今日はね、あの、都合が悪くて、ちょっと女子4人なんですけど、あの、メンズもいるし、割とおじちゃんとかもいるし、うん、まあ私もおばちゃんなの近いんですけど。第2回やってほしいとかね。はい。夏美さん、今夜男子よろしくお願いします。なんかあるんですか？あ、よろしくお願いします。別の、チームの指導をしていまして、私、うん、そこもすごいこう幅広い年齢のメンズがダンスをするっていうのやってますけど、そうそう、そういうなんかだから全然違うところにも活かせるんですよね。綺麗に抑えましたね。綺麗に抑えました。素晴らしい。楽しかったです。第2弾もやってほしいです。ありがとうございます。ちょっとなんかこういう話題をもしやって喋ってほしいっていうのがあればコメントで後でいただけたらなと思います。では。皆さん言い残したことないですか。大丈夫ですか。はい。じゃあちょっと私もね聞いてみます。聞いてみます。ありがとうございました。また ありがとうございました。はい。バイバーイ。